先日大阪試合生で見たんですが、勝者は万全な気がし,気がしました。矢さんなら前田と大阪のはどっちへ読ますかいや、これね、本当、会ってみないと分からない。前田大然が、ちゃんとそこのサッカーの鍛える気があるのかどうかによりますね。それがなさそうなメンタリティの選手だったら、まあ、現状連れていかないですよね。このワールドカップまで、ね。2ヶ月。まあでも、まあ、それ用のサッカー作るんだったらいいですけどね。うん。自分、僕が、 例えば、たらればの話ですよ。僕にサッカーの監督をやる資格があって、代表を任される資格があってっていうたらればの話ですけど、ってなった時に、やっぱ人見ないと成長するかどうかって分かんないから、ってなった時に、大阪はもう保証があるじゃないですか、やってくれることに。前田大然の場合は、前田大然と古橋のスピードの差あったら、そこにインテリジェンスがある古橋の方がいいですからね。前田が、 そういうところで、どういうちゃんと知性と魂持ってる選手なのかっていうのはちょっとわかんないですからね。え鎌田のゼロトップはね、あの森保さんがやるのはだめだと思いますね。鎌田のゼロトップはただ前に置いて終わりでしたからね。そこでウィン 鎌田が作ったスペースを誰がどう使うとか、そういうビジョンとかを選手に説明してないから、もうただ鎌田がトラウマになっただけで終わりました。もうやりたくねえって言ってる、ゼ鎌田のゼロトップってもう4 3 1のトップ下みたいなイメージで使えばいいだけなんですけどね。で、それはもうサガントスの頃やってたし、今もちょこちょこやったりするんじゃないのかな。普通にシャドウでやってる役割と一緒ですからね。 <laughs> 初めて配信見に来ました。ありがとうございます。ビシッツェル・神戸が J1 残留できたとして、来週11シーズンはどのように、えー、起用を補強すれば上位狙いと思いますか、うん、いい監督を呼んできてオーナーが口出さない。うん、これだけです。